はい、こんにちは。事業専門の税理士、川南です。本日の YouTube 動画の内容は、みんなが不安な老後対策について動画で解説をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。私はオンラインサロンの運営と各 SNS をやっておりまして、またビジネス書を2冊出版しております。また動画で解説した引用元や図解なども概要欄にすべてまとめてありますので、ぜひチェックしてみてください。それでは早速本日の動画は不安な老後対策について早速いってみましょう。みんな不安老後対策について解説をしていきます。本日の内容です。フリーランスのお金の対策ということで、先に結論を言いますと、老後の不安は自分で準備していくしかないんですけども、具体的にどういったことを準備すればいいのかを動画で解説していきます。きちんと説明しますので、動画最後の方まで見てください。まず1つ目、会社員より年金がフリーランスは少ない理由。年金が一体どうなってるのかについて、まずね、図を見て仕組みを理解しないとね、対策ができませんので、まずそちらからスタートしていきたいと思います。そして2つ目、自営業の老後対策の心得を紹介いたします。3つ目が、するべき老後対策について紹介していきたいと思います。そして最後まとめ、本日はこのような流れでいきますので、よろしくお願いします。まず最初にですね、こちらの話をする前に、リアルな60歳が一体何について後悔をしているのかについて、次のスライドで紹介をします。やればよかったベスト3ということでですね、60代の方に聞いたリアルに後悔していることトップ3の調査結果を紹介します。こちらの調査内容なんですけど、事業フリーランスのみならず全員含めた調査内容となっておりますので、ご了承ください。まず1つ目、お金の問題ですね。そして2つ目、健康対策をしておけばよかった。そして3つ目、孤独対策をしておけばよかった。皆さんがリアルに後悔していることはトップ3はこちらになります。もう少しね、詳しく内容を見ていこうと思います。どういった後悔内容が多かったについて見ていきましょう。まずこちらです。お金のことですね。貯金をもっとしておけばよかった。投資をもっとしておけばよかった。そして衝動買いを抑えておけばよかった。物にお金を投資するよりも経験に投資すればよかったというお金に関する後悔は、このようなものが多かったという調査結果が出ております。そしてもう1つ、仕事に関してなんですけど、専門性をつければよかったという後悔が多かったです。また外国語の勉強をしておけばよかったというような後悔も多い内容だったようです。そして少しプライベート寄りの方に行きますと、読書をもっとすればよかった、会社以外の場所を作っておけばよかった、子供との時間をねもっと持っておけばよかった、また趣味を持っておけばよかった、もしくは趣味の時間をもう少しね、今よりももっとできるような工夫をしておけばよかった、趣味にね投下する時間をどうにかして捻出すればよかったっていうようなものが後悔内容としては多いです。さて皆さんがこのね、老後になった時にですね、今から準備しておけばこれらのことってクリアできることって多いと思うんですよ。ですので皆さん、ご自分の老後にしまったなって思わないようにしっかりと対策をしていきましょう。それでは次に、国民年金の制度の仕組みについて図で紹介をいたします。こちら会社員との比較ということでね、図で紹介したいんですけど、この図表はですね、私が出しているビジネス書から持ってきた図表になります。こちら国民年金のね、基礎年金制度の仕組みということで紹介をしたいと思います。会社員や公務員の方はですね、国民年金にプラス厚生年金をかけております。これは会社で自動的に給料から天引きされています。さらにですね、企業年金をかけてらっしゃる会社員の方も多いです。また退職年金もしっかりと積み立てているというような状況で、会社員や公務員の方の年金制度の仕組みになります。よくね、言う1回2回3階建てかけてるよっていうのはこういったことになります。このような年金制度をしていてもですね、皆さんやはり老後はお金が足らない、不安、もっとやっておけばよかったっていう風な、先ほどの調査からも分かるように、そのような現実が待ってるわけですね。さてさて、では一方、個人事業主、フリーランスと言われる方ですね、がどういった風になっているのかと言いますと、フリーランス個人事業主の年金制度はこちらのようになっております。この共通部分というのは必ず加入するべきものですので、自営業の方もこの国民年金という1階建てのものはかけているはずです。そしてですね、この国民年金を払ってる感、負担感が強いというところがあります。それはどうしてかと言いますと、会社員公務員の方は給料から天引きされて、自動的に引かれた後の金額が給与として振り込まれるので、あまり負担感はないんですけど、個人事業主フリーランスの方は自分で毎月支払っている、もしくは口座から引き落とされているというリアルに払ってる感が多いので、すごく払っているんじゃないか、高いなというふうに思っている方が多いんですけど、国民年金のみですと老後の資金というのは足らないよということになってくるわけです。ですのでプラ
ス部分、上乗せをしないといけないよねということになります。この上乗せできるものが2種類あるんですけど、この2種類を知らないまま国民年金の1回部分だけかけ続けていてもですね、必ず老後は足らなくなる、もしくは不安なことになりますので、しっかりとこの上乗せできるものがあるんだっていうまず情報を得ることが大事です。何を上乗せできるのかと言いますと、国民年金基金というものと付加年金というものがあります。この2つはしっかりと押さえておきましょう。そして後で紹介しますけど、イデコというものがあります。これもですね、会社員公務員の方はこれの上にさらにイデコをねかけれるようになっている会社さんもありますので、さらにねこう手厚い老後対策ができているわけです。ですので個人事業主の方はしっかりとこの後の動画を見ていただいて対策をしていきましょう。それではですね、個人事業主フリーランスのまず老後の心得としてどういう心構えでいけばいいのかを次のスライドで解説していきます。老後対策の心得ということで、まず1つ目、65歳で定年を考えないでください。自営業はですね、会社員や公務員の方と違って定年がないのが魅力でございます。ですので健康ならしっかりと働きましょう。これが心得の一つ目です。もしかしたらね、動画を見ている方の中にはファイアしようとか早期リタイアが夢なんですと思ってらっしゃる方いらっしゃったかもしれませんが、残念ながら人生100年時代っていうのが来るというふうに言われておりますので、老後は思っていたよりも長いということで、あまり定年は考えずに健康ならしっかりと働きましょう。そして2つ目の心得です。投資や節税についてしっかり学んでおきましょう。やはりですね、お金の勉強をしないとですね、老後対策というのはできませんし、お金を増やすこともできません。お金の勉強はしっかりしようというふうに心得として押さえておいてください。そして3つ目、先ほど言ったように個人年金を準備する、要は自分で積み立てていくプラスアルファの分の年金を準備しないといけないという情報をしっかりと押さえましょう。要は老後資金は自分で準備していくんだっていう姿勢がフリーランス自営業の方には非常に大事になってきます。次のスライドで具体的にではどういった内容をね対策しておけばいいのかについて簡単に紹介をしていきます。具体的対策を紹介いたします。図解を見たようにですね、まずこの国民年金基金または国民年金付加制度というものは必ずチェックしましょう。この2つ上乗せできるということをしっかりと押さえましょう。これは国民年金の上乗せになります。概要欄にこちらのね詳しいホームページ貼っておきますので、しっかりと調べてみてください。この国民年金基金はですね、上限が6万8000円まで可能です。そしてこちらの国民年金付加制度というものはですね、今入っている国民年金にプラス400円を払って、さらに国民年金を上乗せしようというものになります。こちらですね、気をつけないといけないのは併用はできません。どちらかを選ばなければなりませんので、ご自分に合っている制度の方、またできそうな制度の方を選ぶ必要がありますので、自分にはどちらがいいのかなっていうのをしっかりと見極めて、加入できるものはすぐに手続きをして加入をしておきましょう。また私が過去にね撮った動画で、この知らないと損する国民年金お得情報という動画がありまして、そちらでこの国民年金の付加制度について解説しっかりとしておりますので、気になるって方は見てください。また概要欄のホームページ見ても十分な情報載っておりますので、そちらの方を見て検討してみてください。そして2つ目におすすめな、これをやっておくといいですよというのはこちらになります。小規模企業協賛の加入です。こちらはどういったものかと言いますと、経営者の退職金を準備する制度になります。会社員や公務員の方と違ってね、退職金の積み立てを自営業の方はしていないので、自分でしていきましょうということで、この小規模企業共済という仕組みがあります。こちらは月額がですね、1000円から最大7万円まで掛け金を設定することができます。そしてこの掛け金についてなんですけど、増やしたり減らしたりすることもできますので、自分のビジネスの売上や利益の具合によって調整することができるということで、すごくおすすめの内容になっております。そしてさらに掛け金が全額控除になります。ですので最大月7万円の小規模企業共済をかけましたら、年で84万円は全額所得控除ということになりますので、ぜひうまく使ってみましょう。小規模企業共済はですね、長期でかけるという前提になりますので、こちら20年を超えてくるとプラスになるんですけど、20年を切って解約をしてしまうとちょっと掛け金よりも減ってしまうので、そのあたり注意してスタートをしてください。またもう一つメリットがありまして、こちら何年かかけ続けますと、いざという時にですね、この小規模企業共済から借り入れをすることができますので、そういった制度もあるよと言って頭に置いておくと、いざという時に助かるので、ぜひ小規模企業共済はおすすめですので、加入を検討してみてください。こちらも概要欄にホームページ貼っておきます。この小規模企業共済なんですけど、私ももちろん加入してかけております。そして
3つ目の具体的対策を紹介します。イデコと積立 NISA を検討してみてください。まずイデコなんですけど、イデコと積立 NISA はどういったものかと言いますと、要は自分で老後の資金を準備する一つの方法となります。先ほど言った2番の方はですね、退職金を準備するってイメージですので、こちらの3番の方は老後の資金を準備するっていう風にイメージしていただけると分かりやすいかなと思います。そしてイデコと積立 NISA については過去動画でしっかりと紹介をしております。こちらが改正したイデコの方の動画になっております。資産形成のチャンスが増加しましたよということで動画作っております。積立 NISA については基礎からの NISA ということで始め方の解説をした動画がありますので、ぜひ見てください。そして改正前なんですけど、イデコのね3つの節税メリットということでデビューの仕方っていうのもねありますので、ぜひ合わせてみてください。積立 NISA の方は新制度が始まりますので、積立 NISA の新制度については動画作ろうかなと考えておりますので、チャンネル登録してね、気になる方はお待ちください。そしてイデコの方なんですけど、イデコの方はですね、小規模企業共済と同じくメリットがありまして、要は節税にもつながるということですね。この2つはですね、掛け金、要は老後の資金を積み立てながら節税もできるという風な商品になってますので、ぜひ検討をしてみてください。イデコのデメリットとしてはですね、資金がロックされてしまうということになります。60歳来るまでね、引き出しが不可となりますので、そのあたりをデメリットに挙げている方も多いです。ですので、資金がロックされるのが嫌だという方はイデコではなく積立 NISA の方を検討するっていうのも一つの考え方かと思います。その代わり積立 NISA の方はですね、運用益は非課税になるんですけども、イデコのように掛け金は全額控除にはなりませんのでご注意ください。その代わり積立 NISA は途中で売却してもいいですし、自由にすることができるので、何歳まで引き出しできませんっていうことはないです。でもどちらもですね、イデコも積立 NISA も長期保有をした方がいい商品になりますので、基本的には長く持って老後の資金に備えるというイメージをしていただければいいかなというふうに思います。このようにいろいろありますけど、ご自分に合うもの、長所、欠点になるかというのね、人それぞれ違うかと思いますので、よく調べて自分に合ったものを選んで、まずはそこからスタートするのがありかなというふうに思います。もちろんこれは組み合わせすることもできますので、小規模企業共済に入ったらイデコに入れないというわけではないので、小規模企業共済とイデコもすることもできますし、プラス積立 NISA3 つ一気にやることも可能ですので、ぜひご検討ください。ちなみに私は先ほど言ったように小規模企業共済もやってますし、イデコもやっておりますし、積立 NISA もやっております。ではこれらの具体的対策をすると国民年金の制度がどうなるか、もう一度図表を使って解説をします。こちらのね表をもう一度見てください。日本の3階建て構造の年金制度ということで紹介をします。会社員やね公務員の方はこの国民年金プラス厚生年金、そして企業年金をかけていまして、年金払いの退職給付、要は退職金を積み立てているって企業さんが多いです。そして会社によってなんですけど、企業型の確定拠出年金というのをかけているところ、会社さんも増えてきております。そしてイデコ改正がありまして、この会社の方でもさらに上にイデコを入れる、加入できるという会社さんもあります。これ全会社が該当するわけではないので、皆さんご自分のお勤めの会社にうちはできるのかどうかというのはご確認ください。そして先ほど言っているように、自営業、個人事業主、フリーランスの方はですね、この1回の国民年金に国民年金基金の追加上乗せ部分の加入を検討する。そしてさらにここですね、イデコの加入、そしてこれにプラスアルファですね、小規模企業クラスに入ると退職金の積み立てということができます。最初の図でも言いましたけど、この1回部分しかかけてないということをまず知るということが大事になります。ここをまずわからない、知らないとですね、対策もできませんし、上乗せしようというふうにも思えませんので、しっかりとこの現実年金制度が一体どうなっているのかというのが老後対策の第一歩だなっていうふうに思います。もちろんこのね、年金制度のみに頼るのではなくてですね、現金として自分で資金をストックしていく、貯金していくっていうのも一つの方法です。また株や投資をするという方法もありです。その代わり株や投資に関してはですね、全くの素人が手を出すと危険ですので、手堅い商品を選ぶとか、きちんと勉強をしてからスタートするようにしてください。そういった勉強するのがめんどくさいなとか、なかなか時間がないなという方はですね、やはりこういった国民年金基金やイデコ、小規模企業共済に加入する方が比較的安心ということですね。もちろんイデコや積立 NISA も商品を購入するものなので、 100% 元本を保証するというものではありません。リスクはあります。そこだけはね、勘違いのないようにご注意をしてください。まとめです。まず老後対策として大事なことは、今できることから備えておくことです。そして先ほど冒頭で紹介したようにですね、リアルな60歳の後悔内容がいろいろありました。人生の後悔がないように今からしっかりと準備しておきましょう。そして節税対策できるもの、マストのもの、今日ね紹介したもの、やっておいた方がいいよっていうものが多いですので、小規模企業共済やイデコの加入をぜひ検討してみてください。
そしてね、今払ってる国民年金というのは1回部分だけなんだっていう現実を知って、やはり老後の不安、老後の対策をするには何か自分で準備をして上乗せしていく必要があるということを分かっていただけると、本日の動画作った甲斐があるというものです。皆さん不安な老後、きちんとね対策をして、またお金の勉強していきましょう。私はオンラインサロンの運営をしております。メリットが3つあります。1つ目のメリットは、オンライン上で質問や相談を私にいつでもすることができるというものです。 Facebook の非公開グループを使って運営をしてますので、そちらのグループに文で質問をすると、私がそれに対して文章で答える、直接私が返事をするという流れになっております。2つ目のメリットはこちらです。サロンズームを2ヶ月に一遍定期的に開催をしております。こちらズーム上で私に直接相談や質問することができますし、またメンバー全員起業している方、またこれから起業しようというメンバーばかりですので、今150人ほどいるんですけど、そちらのメンバーと情報交換ができるということで非常に好評です。次のズームサロンは4月に開催予定ですので、ぜひお待ちしております。3つ目のメリットは、税理士の裏側を公開しております。経理税金の新しい情報や、また SNS の裏側、今ビジネスをどんなことを考えて動いているのかなどなど、税理士の裏側はオンラインサロンのみだけに投げているものになりますので、ぜひオンラインサロンの入会検討ください。参加お待ちしております。詳しくは概要欄から飛べるようにしてありますので、ぜひクリックしてみてください。そして YouTube、 いつも見ていただいている方ありがとうございます。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。見てる方の8割が未登録で、私も動画を見ておりますので、ぜひチャンネル登録まだという方はお願いします。またいいねやコメント、感想をいただけると励みになりますので、よろしくお願いします。また私がしている SNS、 Instagram、 Twitter、 TikTok、 Voicy やってますので、各情報ね少しずつ違いますのでチェックしていただけると嬉しいです。そしてビジネス書を2冊出版しております。インボイス制度 Q&A ブックということで、図解と表が多いので分かりやすいということで好評です。宝島社さんから出版しております。そしてこちらはですね、フリーランス必見ということで、自営業フリーランス向けに必要な経理税金節税確定申告の内容を1冊にギュッとまとめた本になっております。3回重版がもうすでにしております。4回目できるようにぜひぜひよろしくお願いします。こちら2冊ともですね、 Amazon 購入くださった方は Amazon レビューしていただけると喜びますので、ぜひよろしくお願いします。というわけで、本日の動画は、皆さんが不安であろう、私も不安です、老後対策について動画で解説してきました。今後もですね、こういった自営業フリーランスに必要な情報を動画で公開していく予定ですので、ぜひチャンネル登録して情報をお待ちください。いつも最後まで見てくださってる方ありがとうございます。ボイシーの方も今頑張ってますので、ぜひねボイシーも音声で有益な情報を得れるというものになりますので、ぜひフォローしていただけると嬉しいです。それではまたの動画でお会いしましょう。税理士カンヌメでした。それではまた。